秘密基地ウォタファの秘密基地。動画をご覧の皆さん、こんにちは、ウォタファです。改めてメリークリスマスというわけでね、今日はクリスマスイブですね。12月24日です。だからなんかいつもとちょっと違う動画を出したいなと思ってて、で去年何やってたかなと思ったら、僕の玩具を管理しているマンダラケというお部屋をこっそりね大公開しました。というわけでね、じゃあ今年はもう一部屋、ジャングルという部屋があるんでね、ジャングルに初潜入したいと思います。じゃん、本邦初公開、これがジャングルです。どう、ラックケースがずらーっとありますね。あっちの奥にもあります。ちょっとこの辺ちょっといろいろ開けてみようか。ちなみにこの部屋は主に管理しているものはトランスフォーマーとかパッケージのないものですね。僕が組んだガンプラとかトランスフォーマーとかどういう風に管理してるかちょっと見ていこうか。ちょっともう届かないところとかにもちょっと、うん、この辺から開けてみようか。じゃん、まあこれトランスフォーマーですね。まあちょっとスタジオシリーズのグリムロックとか、あとボットコンのねメガトロンとか、まあこの辺多分ボットコンのトランスフォーマーを管理してるかな、うん、もうこれ開け始めたらキリがないと思うんだけど、これ多分メインはリメイクというか最近の現行品での、まあ、シャッタードグラスのねアイテムですね。シャッタードグラスかな。他にもいろいろ混じってるみたいですね。だいたい大まかにここはこの辺にこういうのがあるっていうのは自分自身では分かってんだよね。ここもトランスフォーマー、これはあ、これスタジオシリーズですね。中には袋に入ってないものもあるね。すぐ取り出す、ちょっと閉まんね、なんだこれ引っかかってるすぐに、うん、引っ張り出すものとかあるね。もうどこ開けてもトランスフォーマーだと思います。トランスフォーマー、うん、あ、開かないスタジオシリーズかな、ここ、うん、こんな感じです。実は僕同じ商品を2個持ってたりとかします。ロボットモードとあとはビークルモード、レビューの時に比較するから結構すぐ出してすぐレビューできるように。ああ、これがねガンプラモデルですね。モデロイドのイカルガとかありますね。ハイグレードのゲッターアークとか、あ、一部ガンプラとかもあるかな、ジークとか。まあ僕ねこういう感じで組んだ後こんな感じで保管しています。でこういう保管ができるのはやっぱり僕が普段パチ組でキットをたしなんでるからなんだよね。塗装とかしたりするとやっぱりディスプレイケースに入れたりとかしないと容赦なく塗装傷つくから、だから素組みパチ組みがねなんかいいなと思うのはこういう保管ができるからっていうところなんだよね。ちなみにねここに段ボールがあります。これは戦隊だね。歴代のスーパー戦隊の変身アイテムとかですね。携帯ザー。これ戦隊職人のやつかな。とか、なんかガオレンジャーの、ハジャ110件とかね。ファイブマンの V チェンジャーブレスとか。多分歴代の古いものから新しいものまで全部あるんじゃないかな。ライブマンのツインブレスとかね。あとはバトルフィーバー J のバトルシーバーとかね。古いものから新しいものまで全部、まだここの辺保管しようと思ったけどちょっとねあんまりできてないんだよね。マスクマンのマスキングブレスとかいろいろありますちょっと、うん、この辺見始めるとあれかな、うん、でもう一箱あって、これも歴代の戦隊のアイテムかなという感じですねまあとにかくね、この無印の箱の中にトランスフォーマーがいっぱいあります。あーでねこれ組まないとね、リライジングガンダムとかね1年ぐらい放置しちゃってるんじゃないかな、うん、これはね必ずいつか組みたいなと思います、うん、まあこっち来ました。これもトランスフォーマーだよな、現行品のトランスフォーマーキングダムとかアースライズとかかな、うん、これは主にコンバイナーウォーズだね。こう合体トランスフォーマーのやつがこうたくさん入ってます。もうとにかくパンパンで、なんだろうな、意外と動画で見ると分かりやすいかなと思ったけど全然分かんねえなとにかくこんな感じでね、ジップロックにトランスフォーマーが入ってます。トランスフォーマー、トランスフォーマー、トランスフォーマー、これ開かねえな、よいしょ、うん、これもトランスフォーマーとかね。ああ、これ探してたんだ。これ結構レアなトランスフォーマーだね。5体が合体するやつです、うん、
あの名前今パッと出てこないけど、こういう感じで保管してますね。あとはこれなんだろう、あーここはね、あのいわゆる非正規トランスフォーマーのサンプルでいただいたやつとかね、こうキャリーさんとか、あでこれも合体するトランスフォーマーだ、これも結構レアなやつ、うん、まあ、こういうのが入ってますね。ぽい人ね、最近全然僕レビューしなくなったんだけど、うん、こういうのも一応保管してます。これもぽい人だね、トランスフォーマーで昔あのあれあれ、あのカーズを改造したやつ、カーズロボ、あマックイーンロボとかなんとか言って、うん、動画にしたやつだね。ユーラベンガンダムを早く組んでくれというコメントで未だにいただくんでね、ごめんね、ちょっと本当に組みたいなと思います、うん、トランスフォーマー、とにかくトランスフォーマー多いね。トランスフォーマーはかなりこれでも減った方なんだよね。プレゼント企画で1回プレゼント差し上げるごとに僕300体ぐらいはプレゼントでお渡ししてるんだよな。それをもう5、6回ぐらいやってるから、だから3×3=6×18、1800体ぐらいはもう差し上げちゃってます。それでも今こんなにあるという感じですね。何個あるっていうのがもうわかんない。ちょっと待って、今辿ってきたのこんな感じ、うん、まあ大体トランスフォーマーとかで、この辺はあちょっとね説明しようが見えると思います。僕が引っ張り出してすぐどういうものだったかなって分かるために説明書だけちょっと別にしてるんで、ね、これ全部説明書が入ってます。でこれは、なんだろうな、ミニプラとかね、スーパーミニプラとか、あこの間のねアルトアイゼンとか、なんだろう、ことぶき屋さんのソウルゲインとかね、うん、あんまり動画映えしないなただひたすらに、うん、こんな感じでね保管されてますね。これ組んだ後のキットですね、これもそうかな、グレートエクスカイザーとか、まあ、ジェイデッカーとか、まあ、大体なんとなく大まかに、うん、パトミキングゴーザウラーとかあるかな、割なんか僕から見て一応ジャンル分けはされてるかなという感じですね。トランスフォーマー、トランスフォーマー多いね。あこの辺はトランスフォーマープライムとかかな、ちょっとこれはなんだかあれなんだけど、よいしょ、おこれは多分アニメイテッドだね、トランスフォーマーアニメイテッドのものがあるかなという感じです。でその横にはね、組んでないキットが買うなら積むな積むなら買うなというわけでね、まあこんな感じで積んであります。これほんの一部あの組んでないやつね、うん、こんな感じでずーっと組んでないやつがあって、まだレビューしてないトランスフォーマーがあったりとか、たまに超合金魂が2つ2個買ったりとかしてるものもあるんで、そういうものはここにあったりとかね。あそうそう、この部屋は和室です、畳になってますね。あとこんな感じです、うん、たまに無造作にこういろいろ置いてある。でこっちは多少そのプラモデルが多いかな、ちょっと僕が見えない、うん、ここあのプラモデルですね、主にマスターグレードとかじゃないかな、こんな感じで保管しています。ウィングガンダムとかありますね。これも、うん、これも、まあ、100分の1スケールのねマラサイとかいろいろありますね。ガンキャノンとか、うん、まあ主に100分、あちょうどクリスマスだからね、嘘だと言ってよバーニーあクリスマスにこれピンポイントで出てきた、ちょっと探してたんだよな、こんなところにあった、違うんだよバーニー、うん、というわけでね、ポケットの中の戦争ね、クリスマスに見たくなるよね。こんな感じで陸戦型の 量産ザクとかね、あザクじゃないジムとかね、ゼータガンダムとかいろいろありますね。とにかくいろいろです。おなんかカシャって音がしたから、あそうだこれサイバスターとかね、エガちゃん、あエガちゃんここにいたか、志村けんとかちびのりだとかね、いろいろいますね。まあちょっとここあれが当たっちゃって開けられないけど、多分ガンプラがあるんじゃないかなと思います。ここはあこれもガンプラだね、うん、ここはあこれ多分パーフェクトグレードのユニコーン、ユニコーンが2体ぐらいあるんじゃないか
な。ここは？あ、ナイチンゲール、ユニコーン、バンシー。ユニコーンのパーフェクトグレード多いんだよな。それから、あ、たまにね、ヴィンテージトイが入ってたりとかしますね。コンバトラー V のヴィンテージとかが入ってますね。これは、あ、こ、そうだそうだ、ここにシンカリオンを入れたんだ。これがね、自分でどこに何があったか分かんなくなっちゃうんだよね。これなんだろう。あ、パーフェクトジオングとか、あ、パーフェクトグレード、パーフェクトグレードの GP01 とかか。あ、だからよく僕レビュー中にさ、あの比較のおもちゃを探したんだけど出てこなかったっていう時あるじゃん。わかる。これ出てこないと思わない。パッとは出てこないよね。これは、あ、これもトランスフォーマーだね。ここトランスフォーマーがありますね。ここもトランスフォーマーかな。でここが、あ、 SMP だ、スーパーミニプラのやつとかですね。バトルシーザーロボとかね、サンバルカンロボとか、うん、まあ、割とジャンル別になってんじゃない。ガオ、あれあれ、あのガオレンジャーのやつとかね、バイオマンとかいろいろあります。こんな感じで分けてます。あの全然参考にならないよね。僕の真似しようと思っても全然参考にならないですね。でこのポルテス5の5体あると思うんだよね。ちょっとごめんね、よいしょ。うん、あ、こんなところにトランスフォーマー混じってたりとかね。ボルテス5にとかね、うん、こういうのがあったりとかします。あとね、勇者シリーズで箱がないやつとかね。ガードダイバーとかね、うん、あとなんか後ろにシンカリオンとかありましたね。これは、よいしょ、これトランスフォーマーだ、トランスフォーマーだね。こういうのとか、これは何だろう。あー、これは、あ、ちょっとこれ嬉しい。あ、ここにあったんだ。あ、これはあれ、あの、これあれ、あの、ガングと全然関係ない。せーの、じゃーん、グローブですね。僕昔野球やってました。この動画を見てるあなたは野球とか好きですか？僕は中学生の時に、小学校中学校野球やってました。小学校リトルリーグ、中学校はリトルシニアに行ってました。公式グローブですね。これあれ、ビューリーグって言うんだよ。男は黙ってビューリーグ、うん、これね、水色の水野のマーク、うん、こう暖かくなってきたらキャッチボールしよう。あ、そうだそうだ、ここにグローブがあったんだな。ちょっと僕自身も何があるかよく分かってない状況でした。といった、まあ大体ね、ジャングルはこんな感じ。以上、オタファのジャングルいかがだったでしょうか。まあ僕はこんな感じでガングを管理しています。まあ主に箱がないもの中心だったかなという感じなんだけど、あなたはどのようにガングを保管してますか？あ、ちなみにね、マンダラ系のお部屋もね、前回の動画、あの去年やってるんで、まだ見たことない人ぜひ見てください。素敵なクリスマスを過ごしてください。メリークリスマス、またねー。